はい、昼ビール放送局、今日のアウトプット。今日もね、私、マコネーと一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。このポッドキャストでは、ダイエット健康協会の公認インストラクターを目指しているマコネーが普段勉強してるね、テキストをもとに皆さんに学んだ内容をシェアしていくという内容になっています。今日は、レッスン5。カロリーと栄養素とダイエットっていう章をやってきます。で、このテキストはですね、各章にそれぞれいくつかの問題があって、の問題を解いていくというか、問題の内容を考えていくっていう感じの構成になっています。さあ、早速今日の問題に進みましょう。その前に、さらっと今までのレッスンのおさらいをしたいんですが、1では日本ダイエット健康協会の設立の趣旨、なんかを、学んだんですが、このね、ポッドキャストには出ていません。はい。2、ダイエットとは、3、現代ダイエットの基礎知識、4、体脂肪の基礎知識、そして今やってるのはカロリーと栄養素とダイエットっていう内容になってます。2以降の、ものは、すべて、ポッドキャストの今日のアウトプットの中に載っていますので、そちらをご参考ください。まあ、いずれもね、10分から15分ぐらいの内容になっています。さあ、改めて今日の、問題はこちら。ダイエット中は野菜だけ食べていれば問題ない。イエスかノーか。さあ、皆さんどうでしたかね。昨日ご覧の方は、昨日分ご覧のね、方は、最後にこの問題出してたので、皆さん考えられたんじゃないでしょうかね。うん。さあ、具体的な内容に行きたいと思います。今日のテーマはこちら。6つの基礎食品群。うん。なんか知ってる人は、まあ、栄養に詳しい方とか、まあ、よくね、病院とか、生活習慣病の関係で病院にね、行かれる方なんかは、まあ、もしかしたらどっかで表を見たことあるかもしれませんね。さあ、具体的に、どういうものか見ていきましょう。このね、6つの基礎食品群っていうのは、厚生労働省が採用した栄養教材で、毎日取らなければいけない栄養素を多く含む食品を6つにね、分類したものです。はい。今回はね、1個ずつ、どんな分類なのか見ていきましょう。1つ目、1群は、魚、肉、大豆食品。まあ、豆腐とかね、納豆とか、まあ、卵料理、肉料理、魚料理、まあ、いろいろありますけど、まあ、週にタンパク質を摂取するものが1群。他にはですね、ビタミン B 群とか、ヨウ素とか、タンパク質なんかも1群から取ることができます。もちろんね、週にってことで、これらにね、いろんな要素が他にもいっぱい入ってるので、まあ、まさに週にタンパク質を取るのは1群なんですよ、と思っていただければいいと思います。肉、魚、卵、大豆製品ですね。定番中の定番。私はね、お魚と卵と、あれ、これ全部どれも好きだな。大好き。次、2群に行きましょう。はい、2群は牛乳、乳製品、海藻、骨ごと食べられる魚。ミネラル、主にね、ミネラル、カルシウム。まあまあ、骨ごと食べられるお魚が好きかどうかは別として、海藻が嫌いって人もいるかもしれないけど、まあ、何かしらみんな、好きなのはありますよね、この中に。私はね、煮干しが大好きで、まあ16時間断食のその時間内、食べれる時間内ですが、結構ね、煮干しバリボリ食べちゃうかな。そう。他にはね、ビタミン群、ヨウ素群、タンパク質、さっきと同じですね、ようなものも取れます。はい。まあね、海藻類も好きなんだけど、そう、どちらかと言ったら、牛乳はあまり飲みません。そう、畜産業の方、皆さんごめんなさい。じゃあ次は。3群はですね、緑黄色野菜、果物。まあ、主にカロチン、他ビタミン C、各種ミネラル、ということですね。まあ、
いろんな本が出てるので、まあ、どれが正しいかって言われたらちょっと困っちゃうんですが、16時間断食の中で特に重要な食材は三軍なんじゃないかなって思ってます。はい。まあ、今時期だとね、これからの時期は緑黄色野菜いっぱい出てきますけど、冬場はね、新潟県は特にあんまり緑黄色野菜っていうと、まあ、積極的に買わないと手に入らないっていうか、まあ、なかなかお値段の素敵なものばっかりで、なかなか冬場はね、厳しいものがあったんですが、最近は、葉物がいっぱい出てきて、まあ、どこでもそうだと思うんですけど、私はね、いろんな葉物を食べるのが大好き。葉物大好き。もうね、スーパーに売ってるのと飽き足りなくなってきて、まあ、道端に咲いてる、てか、道端に生えてる雑草を買ってきて、それを食べてみたりとか、まあ、結構チャレンジャーなことをやっちゃいます。そう、まあ、そんなお話、ちょっとね、ダイエットとは違うんですけど、そうね、私の変わった食生活なんかは、M キャストの方で、お話してるので、興味がある方は、そちらもご覧ください。はい、では次行きましょう。4群はですね、単色野菜、その他野菜、果物、ビタミン C 他各種ミネラル。まあ、これもね、キュウリとかも入るんじゃなかったかな。まあ、白菜。まあ、最近だと白菜とかネギとか、まあ、ああいう淡い色のものですね。はい。まあ、先ほどの三群の時でも果物に触れなかったんですが、まあ、私実は果物あんまり、積極的に買って食べない人なんです。なので、詳しくないので、さらっと流しました。詳しい人は、果物はとか言って突っ込むのやめてくださいね。私が買うのはバナナくらいです。そう。アボカド、バナナ。そう。それが単色野菜に入るか、4群に入るかどうかちょっと自信ないけど、アボカド、バナナ、柿。そう。柿は買うというよりも、生えてるっていうか、なってるのを思いでくるっていうか、柿。そうですね。ただね、いただき物の果物結構あるので、いただき物は最後まで美味しく食べさせていただいてます。なんか今日は無駄話が多いね。もうちょっとさらっといきますね。はい。5群は、穀類、芋、砂糖、種にタンパク質のほかビタミン B1 などですね。まあ、穀類、芋、砂糖。そうですね。まあ、どれも割合と身近ですけど、まあ私、砂糖はね、まあ糖類は蜂蜜かオリゴ糖が、まあ常備してるのはそれかですね。そう。まあ、甘いって感じるものはまあ基本的に糖が入ってると思うんですけど、私はね、毎日炭酸水に、リンゴ酢、純リンゴ酢を入れて飲んでるんですが、私はね、その炭酸水のとリンゴ、し、純水、ん?純リンゴ酢のそのミックスしてるやつが最近すごく甘く感じるんです。はい。あとはですね、まあ、いつもね、食べてるダイエットフード、私特製のダイエットフードの中には、オリゴ糖が入ってるかな。そう。そうですね。あと、穀類といえば、私は、オートミールを、まあ、1日1食ですけど、200グラムぐらいは食べてるかもしれない。そんなに食べてないかもしれないな。まあ、それなりの量食べてますね。はい。まあ、久しくお米は食べてない。もちろんね、炭水化物も、人間の体には、本当大事な、栄養素なので、炭水化物を、ゼロにしていってわけじゃないんですが、まあ、少なくはしてますね。はい。さあ、次行きましょう。あ、わかった。今日、私のどうでもいいダイエットの話をしてしまってるんだ。ごめんなさい。今日、これアウトプットですもんね。まあ、内容だけに集中します。さあ、次行きます。第6群は、油、油脂類、脂肪の多い食品ですね。まあ、バターなんかもそうだろうし、まあ、サラダ油もそうだろうし、まあ、いろいろありますが、まあもちろん種に脂肪のほか、ビタミン A、ビタミン D などが取れます。
はい。まあ、これで全部全6群まで、まあ、説明したんですけど、じゃあ、ダイエット中の基礎食品として、じゃあ、どうなのかっていうことをお話していきます。まあ、ダイエット中でももちろんこの基礎食品は全て摂取しなきゃいけないんですが、まあ、特にね、体内の代謝を活性化させるビタミンやミネラルは、ね、まあ、積極的に取るべきですよね。まあ、となると、見直すところの、やっぱり、3群、4群あたりが、まあ、主になってくると思います。はい。じゃあ、今日の問題はどうだったか見直しましょう。今日の問題は、ダイエット中は野菜だけ食べてれば問題ない。イエスか、ノーか。まあ、これは、ノーですね。はい。第6群までの中には、もちろん、脂肪の多い油脂類もあれば、炭水化物中心のものもあり、様々な食材があります。はい。なので、これら全てをね、なるべくバランスよく取れればいいのですが、まあ、ダイエット中ということで、ビタミン、ミネラルが多い食材を中心に食べるけども、他の食材も必要なんだよっていうことが今回のテーマになってました。なので、答えは食べていけな、いれば問題ない。野菜だけではダメです。つまり、ノーです。はい。まあ、本日の、講義はここまでなんですが、明日の問題はこちらです。摂取する食品のそれぞれの量には理想とされるバランスがある。イエスかノーか。摂取する食品のそれぞれの量、まあ食べる量。まあ極端に言えば、極端ですよ。バター、500g の、まあ 300g の、角で売ってるじゃないですか。バター1本食べてもいいし、野菜を、一口でもいいし、みたいな感じの食事でいいかどうかっていうのが聞かれてるんでしょうね。極端ですけどね。まあもう、それはね、すぐわかるような問題ですが、明日、またこちらを解説していきたいと思います。はい。そんなわけで、今日も終わりのお時間になってきました。今日はね、なんかちょっと、私の16時間断食にまつわるようなお話もちょっとちらほら入ってましたね。そう、私自身は、事前に 打ち合わせしてるわけでもなく、資料を、見てるわけでもなく、この資料の、ひな型っていうか、作るときは、テキストを見比べながら間違いがないように書いてるんですけども、実際ね、収録するときは、テキスト、資料は見るんだけども、まあ、テキストを見たりすることはないので、まあね、話が結構とっちらかっちゃうことがあるんです。本当ごめんなさい。で、まあ、だ、だ、あの、特に、食品とか栄養素とかって、まあ、今私の16時間ダイエットの中の、まあ、一つのね、まあ、問題点でもあって、まあ、私自身の勉強としてアウトプットしてるので、やっぱりね、ちょっと私の勉強の確認の要素がちょっと強くなってましたね、今日。うん。まあ、私の16時間ダイエット、断食に関しては、16時間断食の、ポッドキャストをまとめてますので、そちらをご覧ください。毎週反省会やってます。はい。で、今週は、月の最後なんで、今月の総括もやりたいと思います。まあ、徐々にね、16時間断食がもっと進んでいったときに、まあ、どういうところを気をつけてたよとか、まあ、そういった16時間断食の、まあ、私が経験したノウハウみたいなのを、16時間断食のポッドキャストではお話ししていきたいと思ってます。そんなわけで、今日もちょっと長めでごめんなさいね。15分ほど喋ってきましたが、明日ももちろん、お昼の12時に配信いたしますので、皆さん楽しみに待っててください。まあね、雑談交じりの話はいらないんで、とっとと内容をサクッと終わらせて、10分以内に何とかしろというご意見があったら、ぜひコメントに残してください。まあ、雑談を真面目なけ、ま、あの、やろうと思えば、そんなに内容が、一生一生内容が濃くないので、
まあ、10分もあれば終わるっちゃ終わるんです。はい。そんなわけで、今日も元気なマコネでした。バイバイ。また明日。